今日はちょっとオイルの話も含めながら、軽自動車のですね、走り比べをしてみたいと思うんですね。まあ、今度のモチュールオイル、まあ、これ 0W20 というあのモチュールプラスと言われている今うちが推奨しているオイルなんですけれども、いくつかあのオイルはありまして、一番目が、まあ、レプレイヤードゼロっていう非常にね、あの内容で全合成油で、しかも水平対向エンジンに作ってやってこんなにいいのかっていうのが、安くていいのかっていうのがあるんですけど、それが、まあ、レプレイヤードゼロというオイル、まあ、それからその他にスタンドオートオイルはもちろんあるんですけれども、うちのオリジナルなんですけども、多走行専用車、まあ、銀ラベルというふうに呼んでますけれども、まあ、15万キロとかそういう距離を走った車ですね、10万キロを超えていったら、まあそれもおすすめする。頻繁にオイルを変えているならレプレイヤードゼロもどうですかというような、おすすめの仕方をしているんですけれども、モチュールのオイルっていうのはもっとその上のグレードの、まあ、WRX の STI のコンプリートとかですね、そういうものに入れるオイルなんですけれども、そのモチュールの 300V っていうオイルでは、まあ、今度高性能すぎるとけれども、モチュールの効果を味わいたいという方に今のこの2つの種類を用意してたんですけども、この 0W20 と 5W40 というオイルをこう使い分けてるんですね。で、まあただね、今度の CB18 は全く別のエンジンになりましたので、これまでとはもう全然違いますので、非常にあの周動損失が少ないエンジンで、当然柔らかいオイルを使うようになってますから、まあ、通常の硬いオイルを使いますとね、通常のオイルは少し固め、ですからオイルポンプへ負担がかかる。あとですね、直噴エンジン独特のその汚れがあるわけですけれども、それをまあ防ぐことによってタイミングチェーンに非常に優しいオイルということでですね、これとこれの他にもう一つ、まあ、モチュールオイルのラインナップを増やそうということでですね、0W16 のグレードを今回から、置くということで、決めました。で、まあ、そのラインナップがこういろいろあるわけですけども、今このドラム缶が非常におしゃれでしてね、まあ、このドラム缶が60リットルの、今、インプレスハウスに置いてますけどね、この間マリオが泊まってくれたところですけど、このオイル、ドラム缶ですね、これも200リットルの大きなドラム缶で、今度このドラム缶がね、ドラムじゃない、ペール缶ですね、これに入って、まあ、いわゆるハイブリッドっていうオイルなんですけれども、ハイブリッドというのはエンジンとバッテリーを持っている車の意味じゃなくてですね、こういう省エネ型のしかもターボの直噴という新しい世代のエンジン、これに適用させるものを、まあ、置いていこうと、いうことで、計画してます。まあそのキャンペーンまたね組みますんでお楽しみにしてほしいんですけども、まあ CB188 を乗る方はね、オイルを非常にね、管理をねしっかりやっていただきたいなと思います。それで初めてですね、長く長く長く同じパフォーマンスを発揮できるということなんです、ね。昨日はいろんな方に来ていただいて、犬酒場にプレゼントをいただいたりしてね、でもう一方ゆっくりお話ができるとよかったんですが、すでにお帰りになられるところで僕ちょっとだけご挨拶できて、後で、アンケートをね拝見して、ああしまった、もう少しねゆっくりお話しすればよかったと思ったんですけど、まあ埼玉からね、田沼さんという方が来ていただいて、田沼さんです。田沼さんありがとうございました。素敵なね、アンケートをねいただいてましてね、これをねもう垣間間近で見れることができて本当に良かったと書いていただいてます。で、マルシオネもたくさんあって、かっこよかったと。で実は4月からスバルに入社されるということで、とても貴重な展示車や資料を見ることができ勉強になりました。また中古車展示では欲しい車がたくさんあり、困りましたが今度セカンドカーを買いにまた来たいと思いますという嬉しいね、
感想を書いて書いていただきましたね。丁寧な、もうこういうね、本当に丁寧な感想をちゃんと残していっていただける、素晴らしいね、きっと社員になられるだろうと思います。今正直なところですね、本当に、あちこちからこの Z 世代と言われる若者がですね、うちの会社に、たくさん来ていただいて、実際にお車も買っていただいてます。まあ、彼らに感じるのはですね、やっぱりちょっと違うなと、あの本当にいつも思うんですけれども、この世代がですね、明らかに、ちょっと変わってきてるなということを、まあ、すごく思いますね。ですから、そういう人に期待されるようなですね、仕事のあり方を追求しなきゃいけないと思うわけですけれども、ちょっとまたマスクをしながらね、こちらから行こうと思いますけれども、車を並べるにあたってやっぱりこう気をつけてることというのは、カテゴリー別にある程度展示をしたいということを思います。ですけど、うちはある意味で専門店なんですけども、ある意味でですね、専門すぎて地域のお客さんにはなかなか理解されてないんじゃないかと、思うところも多々あるわけですけれども、まあ昔はですね、逆に言えば、どちらかというとここに軽トラックがずらーっと並んでですね、古き良き時代の、サンバーの未使用車をですねずらりと並べるという、今のトレンドの仕事をあって、まあ今はトレンドって言っても、まあ僕も最初はですね、うちの会社で中古車始めた頃なんていうのは、この辺に中古車のお店なんて全然なくて、カンパチ沿いへ行ってね、びっくりしたんですよね。カンパチから甲州街道入るところとか、昭和55年ぐらいですからね、見たこともない、展示場。一番びっくりしたのはジャックスってやつでしたね。ミニがこう斜めのところにぐわーっと並べてあって、向こう側から、要するに車を照らすんじゃなくて道路をですね、投光器で照らす、眩しいなみたいなね、ジャックスミニの専門店だったと思うんですけど、あんなのを見てね、随分刺激されたわけです。車のビジネスにはロマンがあるなと思ってですね、この仕事をやろうと、決心したわけですけどね。そんな中でですね、今日はこの代表的な車をですね、まず一つ乗ろうと思うんですけども、で、紹介したことがないんですけど、なんで紹介したことがないのかっていうと、すごくね、程度はいいんです。これ5万キロしか乗ってなくて、で5万キロ乗ったこのブルーの R2 なんですけど、まだ R2 からね、行こうと思うんですけど、最近ね、何も筋書きをねカメラマンに話してないですけどね、今日どこで変わるとも話してね、戸惑ったようですけど、なぜまずこれから行くかっていうと、これもご多分に漏れず、あれ100円入ってくる、あの軽自動車ひどいね、改造車だな。いつもね、威勢よく走っていく速い系ですけど、もう白煙吹いてますね。オダブスですね、もうすぐ。ナブダ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 ね。もうエンジンがね、白煙吹いてたらダメですよね。かわいそうに。で、バラバラにこれもして、リンサーで仕上げたということで、ちょっと、ね、塗ってくださいと。手間暇かけてね、仕上げた車です。結構ね、大事に乗ってらっしゃったやつを引き受けて、ずっとね、ちょっとね、育ててきたんですけども、ちょっとね、大気循環にして、今日も花粉がすごかったですよね。
で、この4気筒にレプレイヤードゼロもいいんですよね。サンバにも効きます、ね、レプレイヤードゼロっていう水平対向エンジン専用のね、もので、もちろんあの今度の CB18 にもメーカー推奨のオイルはもちろんありますのでね、それはあのそれで悪いオイルじゃないと思うんですけども、まあね、モチュールがね、満を持してねやりましたと、使ってみてくださいと、これは自信がありますと、おっしゃってますのでね、中津スバルとしては、今ちょっと準備してますけれども、CB18 の搭載車を乗ってらっしゃるお客さんがすごく増えてきたので、本格的にこれを売ろうということで、今企画して、で、4気筒エンジンのこの軽にも、まあその今のモチュールは別の話なんですけども、レプレイヤードゼロをね、ちょっとね、使ってみていただきたいなと。あれは 100% 化学合成油で、スバルのためのエンジンにオイルで、本当にね、サンバこれと違って傾斜エンジンじゃないですか。これはね、傾斜させてないですけど、サンバ傾斜エンジンですから、要するに水平対向エンジンみたいなね、あの雰囲気持ってるわけですよね。だからうまく入れをやっぱり起こしにくい、そういうエンジンになってますけど、さあこの R2 に話を戻しますが、やっぱりあの5万キロしかその5万キロしか使わないっていう環境下にあったものはやっぱりいいですよね。それとエンジンかけてやっぱりすぐ分かるのは、この車はオイル管理が良かった車だなという気がしますね。決まったところで決まったオイルの管理をしてたという雰囲気がもう溢れてきます。やはりあの仕上げが終わった車なんですけれども、こちらはですね、点検整備が終わって、まだね値段が決まってないんですけども、値段が決まってないんですが、なかなかいい、車なんですよ。それをちょっとね、この雰囲気と同じ乗り方でね、紹介しようと思います。こういうふうに同じところをですね、連続で R1 と R2 を乗り比べるっていうのはなかなかね、できそうでできないと思うんですね。で、両方とも好きな車で、まあ、別の車なんですけど、実はもちろんその別って言っても駆動系とか、そういうことについては同じなんですけども、何しろホイールベースがまず違うというところが大きな車としての要素の違いですので、それがシャシーの作り込みが違うと、でこちらはセダン、もう一つはクーペ、そういう軽自動車でありながらですね、はっきりとね、そういうことを前面に押し出した作り方になっているので、なかなか興味深いと思うんですね。あ、ブレーキのフィーリングもいい。やっぱりね、そのこのシリーズの良さっていうのはブレーキにもあるんですよね。小型車のようなね、あの登録者って言った方がいいのかな、今登録者か軽自動車か、でその登録者と本当に変わらない、フィーリングを持ってます。これメーターも綺麗ですよね。本当にあのこういうこのランプの様子とか、このメーターのこの何て言うんですか、あのシールドに曇りがないんですよね。こういうところも綺麗、シミがない。
しみが全然ないですよね。まあ洗剤もね、本当にいろいろありまして、今洗剤のテストをしてるんですけど、いろいろとね、比較表を作ったので今まとめてるところなんですけど、種類によっては汚れは落ちるけど、甘じみみたいなね、こういうところにシミが残るのもあって、まあ、仕上げを一生懸命やってくれているミセス大鶴がいつもなかなかこう注意深くね仕事をしてくれるんですけども、深いんですよ洗剤はね、そこにこのリンサーというね、新しい、兵器をね手に入れて、ね、組み合わせてやってるわけですけどもね。さあ引き続き、紹介したいこの面白い企画ね、よいしょ。まあ、車としてね、やっぱり面白いのはR2もういいんですが、 R1 の面白さっていうのはやっぱりあるし、今はねこの今さこれね、シフォンですよね、このスライドドア、ね、これがもうやっぱり時代のねトレンドにね、ドンと乗っかるのがね、もうこれ当たり前のことなんですね。これだけ広くてね、ウェルカムっていう風になってればね、もうそれは当たり前なんですけども、じゃあこの時代のこの軽自動車がそれにね食われちゃうのかって言ったらね、やっぱりそうじゃないんですね。そこをねちょっと検証しようと思うんですけど、よいしょ。さあもう雰囲気からして全く違いますよね。もうこれがねやっぱり、クーペとセダンの違いです。違うでしょ、もう何ともディメンションがねもう違う、思わずねプッシュスタートをしたくなる雰囲気で、さあここ映してください。これは本当にもう R ですのでね、でホワイトルミネセントメーター、5万キロのね、やっぱり、R2 にはね、その立てないところもあるかもしれませんが、それは走行距離ということですよね。ただですね、この黄色いボディカラーもね、なかなか可愛らしくて僕は好きなんですけど、シックな色も似合うんですよね。シックなボディカラーも R1 っていうのはすごく似合ってて、僕赤いスーパーチャージャー乗りましたし、マフラー開発をあれでやったんですね。赤いスーパーチャージャーも良かったんですけど、最後に乗った NA のね、アメジスト系の色だったかな、アメジスト系なのか、ちょっとね茶色系、色味の入ったグレーなんですけど、 あれが良かったですよね。あれどなたにお譲りしたのかな、忘れちゃったんだけど、 FF なんですけどね、よく海田高原に写真撮りに行きましたよ。もう全然 FF でも、不安を感じない、スタッドレスさえ履いてればですね。で鎌倉祭りっていうのは当時は、ね、今よりも頻繁に行われてて、雪が降ってるんだと思うんですけど、あの頃はね、その鎌倉
まあ、よく僕が褒める車ですけども、まあ、商売としてはね、そんなにすごく成功した車じゃないんですけども、このレッドレザーのね、赤いレザーのレザーパッケージっていうんですけど、まあ、レザーパッケージ、このアルカンタラとの組み合わせ、これ確か5万円で買えたんですけどね、やる気感じますよね。最初からこれなんですからね、そのマイナーチェンジで加えたとかそうじゃなくて、最初からこれ一本、逆にマイナーチェンジでおとなしい愛を入れてきましたからね。で、こういうものを入れる場所はね、この自動車にあるんですけども、もうそういうことよりも安全性とスタイリング、それにね、全てをかけた車ですよね。安全性はもう抜群にいいですね、これ。エンジンには少し違いがあります。これはツインカムエンジン、さっきのはシングルカムエンジンですけどね。シングルカムだから劣るっていうことは正直ないんですけど、やっぱりそのスペシャリティだと R1 にはツインカムエンジンが欲しいなっていうところが、まあ実際にね、本音だと思うんですね。本音、ただしその使い方によっては無理に、DOHC を選ばずとも SOHC にしておいた方が、いい買い物もできるんじゃないですかっていう提案をね、よくするんですけれども、車はその点はね、エンジンは気持ちいいです。まあ黄色もね、僕の本当に R2 の、なんてことだっけ、最初キャラクターだったのがスバル360とね、一緒に出てきて、ちょっとこの頃お母さんになったんですね、確かなんとかっていうタレントが、世界の果てまで行ってきゅうの、大輔に、大輔だっけ、まあ、お祭り男の大輔に歌作ってあげた人、なんつっけ、ちびまる子を大人にしたような、あの歌手いたじゃん、だっけ、R1 でね、キャラクターやってた。ダメだよね、もう あの頃の名前をね、ちょっともう忘れかけてますよね。カラオケも行かないですからね。カラオケに行かなくなって丸2年、忘れちゃいましたね。たまにインプレスハウスで歌う時ありますけどね。カラオケに最後に行ったのが2年前の3月11日ですから、丸2年、リモート会議ばっかり。今日もさっきリモート会議がありましたけども、ね、リモート会議で東京に行ったつもりにはなれなくって、ちょうど十六銀行の支店長がいらっしゃったんで、席外してたら、あなたの出番はありませんでした、じゃんじゃんって書いてあったんで、ごめんなさいって書いて、ちょうどよかったなみたいな、今日は時間の都合であなたの出番はありませんでしたって書いてありました。もうや用なしかなみたいなね。まあいいかなとね、最近思うようになりましたよね。そろそろ潮時かな、もう東京も出張行く気にならないし、ああいう研究会もそろそろあなたの出番はありませんよという、そういうことになってきたのかなみたいなね、そういう気はしますよね。まあやっぱりその節目というのがね、何でもあって、スバルも軽自動車でこのもう本気を出すのはいく
かがなもんかなっていうのはこの車で感じたんじゃないですかね。 R1、R2 でかけた金が500億、500億の開発費を投入して、あわよくばこれでおそらくねリッターカー、ちょっとねやっぱり無理がありましたよね。でそれをステラっていう車に急遽切り替えたので、あれがあったおかげでもう本当にクッション材になって良かったですよね。あるあのステアがなかったら本当に壊滅的な打撃を受けたかもしれません。まあ、この車は悪いんじゃないですよ。ここにお客さんがいない、あの魚のいない、海に行ってですね、そこに薪をしても魚なかなか集まってこないと。そうするとやっぱりシフォンのようなね、車を得意なところからアライアンスエレコが、そしてその分の資源をスバルの得意なところに持っていく、これがやっぱり理想だと思いますし、僕はもう、まあ、スバルのスタートは飛行機ですのでね、やはりそれ相応の器が必要だと思っている人間ですので、軽自動車の生産からの撤退は相変わらず大賛成です。で、その軽自動車でスバルの持っている技術を本気で投入すると、本気でやるとこういうのができるんですよね。で本気でやるとこういうのができていいんですが、それは僕みたいな人間しか評価しないと。でここにあのギャップというものがあるという、その典型例ですね、典型例。だから今でも僕はこれを大事にこうやってたくさんラインナップに揃えているのは、こういういい球が揃う間は持とうと思ってて、そのいい球が揃ってその車が好きだっていう方が絶対いらっしゃるんですね。そういう方にお譲りしようということで、 R2 も R1 も同じレベルで僕は大事にしてます。あの R1 よりも R2 がとか、 R2 よりも R1 は関係ない、セダンか、ね、セダンかクーペかで、もともとクーペが好きなのでどうしてもクーペに、いきますけども、今乗り比べてどういうふうにねお感じになられたか分かりませんけども、まあ血統は一緒ですのでね、両方とも物さえ良ければいいということになります。今日はちょっとねいつもと違う、あんまり車でビューンと走るんじゃなくて、あのゆっくり走ったので、中にはね物足りない方もあるかもしれませんけども、参考に車選びの参考にしてください。終わります。